わあすげえ。これで打つ人二人きり。マジこれでなんか技受けたら。いくよ。あ、すいません出さないでください無理やり。あ、気持ちいい。ちょ、俺早くみんなに見せつけたいの。このエンゲスの強さを。ちょ、下手すぎるんだが俺が。ちょ待って。チュートリアルで殺されたんやけど。え、でも羽がすごいかっこいいと思う。羽がなんかあれみたい。クマゼミ。これみんなダブルクロスの時ポンポン倒してたんですよ。みんな天才だよ。え、え、は？お前何したの？危ないよそれ。しまいな。え、なんか激レアみたいに出てたんやけど。すごい。なんかお供が反り立つ棒出してきた。やべ。寝ぼこしたー。すいません、ちょっと声が。長えダウンロード。世界一長いカップラーメンなんやが。待って、11時前後って言ったのに10時半ぐらいからできたらしいじゃん。もう聞いてないってばよー。早く、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 早く来い。プライバシーポリシーとか読んでる人いなくないですか？俺は読むからね、しっかり。あ、めんどくさいです。プレイします。やるぞー。来たー。うわー、BGM 神すぎる。このまま1時間聞いてますね、自分。嘘です。え？タチ使おうじゃん。はい。え、どんだけ変わってんだろう。てか、早替えのシステムさえ理解してないのに、チュートリアルからやればよかった。あ、X プラス A って書いてる。ってことは、はい。おー！ちょっと待って、全然わからんねんけど。やばい、気合いダメしか知らんないけど。ちょっと待って、一回帰るか。一回帰りますか。え、てか、ハンター。かわいいっすね、ハンター。ハンターブ、サンキューフォアプレーニング。全然遊んでないんですけど。これじゃあ予約はできないっすね、さすがに。早替え訓練クエスト。これやらないとね、さすがに始まりませんよ。いや、我が学びしよう。早速だけど、新しい技術。踏み込み切り、きちん大回転切り連携、特殊の。あ、これがデフォルトのやつでしょ、今までの。で、こっちで、おおおおいきますよ。これで早替えするじゃないですか。そしたら今赤色の種なんで、これでデフォルトなんですよ多分。今まで通り多分ライズと一緒。はいはいはい。でこれで切り替えると、あ、ほらほらほら変わってる。ちょっと待って、ちょっと待って、俺あ円月やってみたい。円月 ZL 足す A。 わーすげー。これで打つ人2人きりで、これ出たらノートしちゃう。あ、え、ノートするところかなんか食らうんだ。へぇ。え、しかも、秒数長っ。え、円月強っ。かっこいい。え、待って。え、しかも、え、バリスムーズに行くやん。え、壁に走るのめっちゃスムーズなんやけど。え、すごっ。すごいけど、いらないからオフにしよう。壁書きの移行はオフで。え、戦ってみる、円月で。行くよ。円月あん。ちょっと隙はでかそうですね。これでなんか技受けたら、行くよ。あ、すいません。出さないでください、無理やり。あ、気持ちいい。ちょ、俺、早くみんなに見せつけたいの。このエンゲスの強さを。ちょ、下手すぎるんだが、俺が。ちょ、待って。チュートリアルで殺されたんやけど。待ってくれ。下手すぎだろ。待って、エンゲスの効果見せるから。これで、まず、丸作るじゃん。で、相手の技を、避けまくると、なんとびっくり。ほら！ほら、めっちゃ出るんすよ。一回ライズクス行ってみる。早すぎ？いや、まあ、行くか。初見で討伐いいっすか自分。ちなみに、ダブルクロスとかに出演してたらしいですけど、ライズクスさんは。2回ぐらいしか勝ったことないっす。密林ってこんなんだったっけ？あ、なんか、変わってますね、意外と。セカンドやったことなくて、セカンド G やったことあるんですけど、その時はね、ちょっとまだ、お母さんのおっぱい読んでたんで、全然記憶ないですね、僕。てか、あの、ハテナモンスター気になる。ハテナモンスター何これ。あ、レイヤーか。レイヤーか。じゃあ、いっか。なんか来たぞ、もう一人。誰だ？誰だ、あれ？あれ、誰だ？新モンスター？もしかして、アキノのシルムちゃん？アキノシルムか。あ、じゃあ、えっか。アキノシルムは別にいいや。こんにちは。こんにちは。これ名前なんだっけ？大名シジミ。こいつが相性、新モンスターの子分でしょ。へぇ。ヤオザミ、タテガニの極小柄。
へえ、味噌汁にしたい。大名しじみじゃなかったっけ。大名ザミ、大名ザミか、大名サザミ。大丈夫だ、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 だー、ライゼクスだ、狩るぞ。せっかくなら円月使って倒したいですよね。円月、ここで差しの勝負だ。あー強すぎ、ライゼクス強すぎんだろ。え、でも羽がすごいかっこいいと思う。羽がなんかあれみたい、クマゼミ。え、でも意外と戦えるぞ。もう一回円月していい。ほいほい、円月、円月じゃなかったわー、マジ総理。はっ、もう一回円月しよう。この中でいかにダメージ出るかよ。ノート遅すぎー。ノートノート遅すぎんだろ。ダメだ、ちょ、円月中止。これでちょ、一回技学ぼう。分かった分かった分かった、俺が悪かった。ライゼクスの技学ぶから許してください。何でもしますから。え、でも技パターン意外と少なくない？なんか電撃出すか飛ぶか突っ込んでくるか。次避けるよ絶対。おっさの音。ちょっと待って、ノートがマジでスローモーションすぎるやけど。え、力つきたくねえ、ガチ。初見は倒したいってばよ。これみんなダブルクロスの時ポンポン倒してたんでしょ。みんな天才だよ。え、え、は、お前何したの。危ないよそれ、しまいな。え、なんか激レサみたいに出てたんやけど。すごい、なんかお供が反り立つ棒出してきた。なかなか興味深いですね今の。お供ガチ優秀。結構ピヨりますね、強すぎるピ。あ、もうダメだ、心折れた。もうやだ、体験版難しすぎるってばよ。え、体験版初見でライゼクス重圧ある。いや、まさかな。頑張るわ、円月で頑張るわ。これ水月な、円月して、はいはい、どんな技でもバッチ来い。ここ俺の円月ゼロダメージ、当ててきて。うまっ。え、これなかなかおもろいやん。え、かっこいい俺。もう一回使うか。オーカ鉄柱シー。え、ダメージすごくない。え、飛翔斬りのダメージ超えてなかった今。一回飛翔斬りやろう。落ちてこい、おら。あ、でもさすがに飛翔斬りの方が強いな。円月、えい、領域展開。痛い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 、恥ずかしい、助けてやれ。おたもに円月を外に投げ出されたんやけど。そんなことある。もう一回円月やって、竹虫たまんの早いよね。てか円月塾で戦うことないそうだな、サンプルいくでは。もう一回来い、せーの、ここ、はい、せーの、ここ、むず。一回一目比べ撤退しよう。逃げろ、おれー。初めてまともに一望クラブ使ったかも。いや、できる。体験版でそんな失敗するわけない。体験版で失敗したらね、さすがに、うわぁ、こんなの、クソゲーとか言われちゃうから、さすがに簡単にできてるはず。うぃぃ。ダメージし、え、飯食ってんじゃん。ちょ、待って、お前。許されるかよ、そんなこと。おれぇ。ダメージ。泥臭くいこう。居合バット無理すぎるんで、見切りします。見切りも無理です。はいはい、オッケー。これと竹かぶと割りかも使っていこう。大技の後は好き、頼む。あー、またピヨったー。お前ピヨりすぎだって、季節耐性つけてくれよ。待って今避けたって、かける虫で飛躍飛躍。もう、じゃあ初見クリアできないかも、ライゼクス。はい、あ、いかなる攻撃も全部出んのかな、追撃みたいなのが。どうせならラスト円月か終わらせよう。せーの、はいはいはい。円月とは。もう一丁。あ、ええ、よ、弱っ。うわ、
え、ちょろかった。いや、俺が強すぎるんか。